トメイさんがご飯食べてから行ったじゃん。違う、今何時って言われた時、あのどっかのおばさん、ばあさんがあの熊吉のとこ手伝ってした人が、あ、11時40分、あ、じゃあ昼に、あ、まだだいぶ終わるねなんて言って草むしてたの、トメさんと。俺、トメさんに、なんでトメさんは手伝ってたの？頼んだんじゃない、自分とこの草むしりを。トコちゃんが？トメちゃん。トコちゃんが頼んで、その間にトメさんが自分とこの畑を草むしりを頼んだんじゃないの？手伝ったんだ、うん、トコちゃんの手伝ったらってか、トコちゃんが頼んだんじゃないその、うん、愛子さんを頼んだって、愛子さんで言い合ったもん、うんうん、で、トムちゃんも来たもん、うん、あら熊吉さんもいないのに、なんでトメさんが一緒にやったら、お茶会まだ12時までやってるわけだけどな、そしたら11時半俺11時40分に行ったら、愛子ちゃんの子だからな、うん、もしかしたら午前中で終わりって誰にも褒めだけだからな、手伝ったが、まあ、トメさんは悪いの、まあ、手伝ったんだ、トメさんが彼女の子、うん、人のとこやってらっけの、熊吉さんのとこ、トメさんと二人して、うんうん、あの愛子ちゃんとほらお前で稼いでこうだから、うんうんうん、午前中で歯を割るったら手伝ってたかもしれない、うん、トメさんのこって、うん、まあよ、うん、分かんない、でもよくトメさん知ってんじゃん、うん、まあ、電話があったんじゃないの、うん、いや花火行ってたら来たべんの、いや来たってトメさん普通12時過ぎてすぐは行かねえぞ、昼暑い時は朝晩しか、うん、朝早くか、夕方、うん、だんだん高齢者になっちゃうからな、年取るからな、畑仕事して、うん、まあそれしかないんだよ、うんうん、それしかないんだよ、俺が役員会行ってきたの、10時くらいに、ほら、肌水にような格好してもらえるの、我らが来たってもこれ食べれによ、どうせやでってことあるんだって、どうごさってあんたは役員が同時に役員で役員会だって言ったの、うん、ほら、ちょっと、にゃ、ま、ちょっと見て、それかも、これが美味しいの、ここ私こここれ、これ少しかないんだって、これもっと大きいんだよ、これできるんだよ、うん、こういうふうに、うん、うん、ちょっとこれが貝柱っていうんだよね、貝柱の、これも美味しい、これちっちゃい、普通はもっと大きいんだよ、うん、それがね、とっても美味しい、貝は美味しい、貝はそうなの、そこが美味しいの、みんな、うん